日立山やまたにうえもん。ひたちやまたにうえもん。ひたにうえ1874年1月19日から1922年6月19日は、茨城県東茨城郡現、茨城県水戸市出身の元大相撲力士。第19代横綱。本名は一、市毛谷えもん。1874年、まだ寒く、雪が降る1月19日に、旧 三戸藩士だった、一桁かなりの長男として、茨城県に生まれる。一桁かなりは明治維新後に、河川運送業と倉庫業を営んだが、荷主から預かった商品を騙し取られ、責任を一心に負って弁償してからは、経営が悪化して、両方とも倒産してしまった。このため、三戸中学校を1889年に中退し、叔父田健吾として知られた、内藤隆二を頼って上京をする。 東京専門学校への入学を目指して、試験勉強する傍らで剣道の指導を受けたが、怪力で打ち込む市内は砕け、時には内藤の市内が打ち落とされたこともある。この怪力に感服した内藤は一芸を試すため、亀戸天神の太鼓橋にあった力石、約20巻を担ぐよう命じると、頭上高く持ち上げてしまった。 さらに隣にあった力士、約四十巻を持ち上げる、よう指示すると難なく肩に担ぎ、さらには内藤に言われる前に、大石、約五十八巻も右肩に担いだ。内藤から力士を勧められると、小学生の時に、法教院門前町で行われていた子供相撲で、西大関を務めただけに、あっさりと志し始めたが、武士騎士の父に猛反対されて挫折した。しかし、 1890年1月にエコーイ院で本場所を観戦した際に、野修さん一がつけている造形に彫刻が施された、大多場コイに目を奪われて矢も立てもたまらず入門を決意し、内藤の紹介で同郷の出羽の海を頼って入門した。1892年6月場所において、五西山の名で初土俵を踏む。嗜名は、 徳川光国の隠居地だった西山にちなんで名付けられた。1894年1月、出羽の海の現役時代の四行名を継ぎ、日立山に改名。1895年6月場所で幕下に進むが、初めて負け越したほか、出羽の海の名と交際した者の破断となったことで、部屋での立場が狭くなっていき、当時の日立山の奔放な気質も相まって、 神戸での巡業中に立ち寄った居酒屋で高砂部屋の三段目に、所属していた鬼ヶ島から誘われて脱走した。名古屋相撲から1896年に大阪相撲、広島組に加入したが、広島組が起参した時には、番付外で出場し、後に広島相撲へ加入して、脱走の原因の一つだった借金を合唱に、生産してもらい、1897年に、 東京相撲へ帰参した。出羽の海は、日立山の帰参に、激怒するどころか涙を流して喜び、高佐護への取りなしを引き受けて帰参が許され、通常は、厳罰として、番付が降下するところを、幕下格、番外付け出しにとどまらせるなど、破格の待遇を得た。復帰後は、快進撃を続け、1899年1月場所で新入幕を果たすと発祥1分。 無敗の優勝相当成績を上げる。1901年1月場所では関分けに昇進し、8勝1分で2度目の優勝相当成績を上げ、大関に昇進。1903年1月場所はまたも1分無敗で3度目の優勝相当成績を上げ、綱取りとなる5月場所は全勝のまま、9日目に梅方に藤太郎との全勝対決となった。 立ち上がるや梅ヶ谷が諸差しになり、日立山は両艦抜きになるも、梅ヶ谷は寄り進んで日立山を土俵際に追い詰めた。土俵に詰まった日立山は左右に振って右へ回り込み、左から追っつけて突き放し、そのまま突き続けて最後は迫撃の押しで正面土俵へ突き倒した。この勝利によって全勝での優勝相当成績を上げ、場所後に、 吉田塚咲から横綱免許の授与が決まった。ところが、日立山はすぐに横綱昇進を承諾することなく、考えた後、全勝対決で破った者の自身と同じ強さで、観客を沸かせた梅ヶ谷の検闘を称え、できれば梅ヶ谷関と一緒に昇進をお願いしますと申し出た。しかし、当時は、日立山、梅ヶ谷が揃って横綱に昇進した場合、 現役横綱の大砲マムウエモンを入れて三位横綱とバランスの悪い状態となってしまうた。協会も神経を使って正式に申請する前に吉田司家で番頭役を担当していた清田忠に取り継いで依頼した。その結果、日立山、梅ヶ谷の同時昇進が認められたことで、日立山の器の大きさ、寛大なが知れ渡ると同時に、 歴代横綱としては日立山が先であるという見方が存在したという。現在のように横綱が称号ではなく、地位として確立されたのは、実質的には、この日立山、梅形刀の同時昇進だったとされ、1909年から正式に規約が改正された。梅形富藤太郎と競い合って精進し、揃って横綱に昇進したことから、梅日立時代と呼ばれ、 明治時代後期の相撲うご時代を築いた。1904年1月場所は当初1月10日に開催される予定であったが、日立山の体調を考慮して14日に延期するべきではないかという意見が年寄り衆の大多数を占めた。重大雷の12日に開催すべきだという反対意見があったが、大口顧客の手配に狂いが生じるという相撲茶屋の クレームから13日に開催することになった。この場所で、日立山は優勝相当を記録している。いかに横綱とは家一力士の都合で、本場所の開催日が変更されることは、現在の感覚ではありえないが、当時はそれだけ、日立山は、観客動員や、収益の面なで絶大な影響力を持っていた。同年1月13日付の時事新報は重大雷と、 日立山の確執と見ていた。人気を盾にわがままを主張していると曲解した十代、雷は多数拝見を採用せず、その鼻先をへし折ろうとしていたのではないかと、同志は主張。同志は、また、ほじった味方と前置きした上で、梅型にお弟子に持つ雷の一連の眼鳴とも、思える態度は、自重すべきだったとも語っている。1907年八月には、 弟子三人を連れて横浜港から欧米を満遊し、セオドアルーズベルトと会見した後にホワイトハウスで横綱土俵入りを披露した。1908年3月まで各地で相撲の紹介に努めたため、同年1月場所は全休となった。また、ニューヨークでは世界一の怪力と称されたアレキサンダーと力比べをして引き分けた話は有名である。 帰国後には第二子立候補の話も出たが、日立山はこれを誇示した。1909年に自身の著書、相撲体感を表す。当時は、力士が自ら本を記すことは、ほとんどなく、異例だった。1910年1月場所は、全表では、梅日立、立山、駒ヶ岳、国見山、二代目西の海の四大関に注目が集まった。 そんな中、日立山は9日目まで7勝19。19は、相手力士が休場したことによるものと土塚であったが、先週楽は風を押して出場して立山と引き分け、この結果日立山は7勝2分。立山は、駒ヶ岳と一よあり、よって6勝2分一よ、これにより優勝計画を果たす。この場所の東西対抗戦は、日立山の東方が73勝対68勝で、 正方を抑えて勝利。しかし横綱昇進後は、糖尿病、腰痛、腎臓病などの病気や怪我に苦しみ、1914年6月場所をもって現役引退、年寄り、ではの海を襲名した。引退直後、4日間にわたって、旧、両国国技館で引退相撲が行われた。引退後の弟子たちへの指導の厳しさは有名で、稽古場では常に愛用する。 青竹のステッキを持っていた。後に横綱に昇進した力士でさえも日立山が、ステッキを持って稽古場に現れると震え上がった言うほど、恐れられ、内容の悪い相撲を取ったり稽古を怠けると、横綱でも大関でも容赦なく、ステッキで殴ったが、逆に稽古熱心なもの、進歩の著しいものに対しては賞金を与えて、励まし、時にその金額は、当時の金額で10円。 現代なら、数万円相当にも達したという。土俵外の生活においても厳格で、力士たちには、かすりの着物と袴の着用を徹底させ、門限に一分でも遅れた者には、問答無用でステッキを飛ばしたという。引退から死去までの八年間において三横綱四、大関を育成した。1922年6月19日、敗血症のため本庄愛宵町の自宅で死去。 葬儀は長年の功績を称いて史上初の教会葬として行われ、その葬列は上野駅から両国橋まで途切れることなく続いたという、墓所は東京都台東区の谷中霊園内。相手の十分に力を出させてから相撲を取るという相撲の形であり、突き出し、釣り出しが得意であった。とりわけ泉川の方になってから振り付けて、たわめ出す取り口は、 日立山の合力がなければ実現しない、離れ技であった。このように相手の攻めを受けてから組み止めて力勝ちする、横綱相撲は、日立山以降の横綱に対して、模範的な取り口として今なお要求され続けており、相撲評論家のの見正彦は、その後、何人の横綱が、この、日立山の横綱相撲を要求されて、犠牲となったことかと嘆く文章を、しばしば寄稿してきた。 幕内勝率は9割を超えたが、歴代横綱では、最後の9割超えである。近代化へ向かう国政の中で、現役時代には、梅方に藤太郎との、梅日立時代で流星に導いた。引退後は、出羽の海として、栃木山盛なり大西木一郎常の花冠氏の三横綱、九州山十郎、津島灘や吉、大の里一万所。 日立は栄太郎の四王関、その他二十四名の幕内力士を輩出した。また、常の花とではの花国士は、現役引退後に日本相撲協会の理事長を務め、協会改革を叫んで、春十円事件を勃発させた、天竜三郎も、日立山の門下であるなど、日立山とその弟子たちが、各界に与えた影響は、長く大きい。 日本相撲協会取締役としても腕を振るい、力士の地位向場に多大な功績を残した。武家の出身であったことから相撲の世界に武士道を導入し、それまで天皇、政府の用語はありながらも興業に過ぎ勝った大相撲を国技と呼ばれるほどに押し上げ、スポーツのカテゴリーに加える短所を切り開いた。これらの功績から覚醒の異名を冠して呼ばれる。自身も、 稽古熱心、後進の指導にも熱心で、有望な力士には一門や陣営、当時は番付の東西に分かれて割りが組まれたため、自分と同じ片屋は全員味方、反対の片屋は全員敵だったの区別に関係部稽古をつけ、当時数ある小部屋の一つでしかなかったではの海部屋を、わずか一台で、各界一の大部屋にまでの仕上げた。このように、現在まで続く、 出羽の海一門の石を築いた。日立山の大まで名跡は出羽の海だったが、死後に継承した両国家事の助は、の、を外して出羽の海とした。これは、日立山の偉大さを称えてのことであるとされた。弟子である、栃木山、大西木、常の花の三横綱は、いずれも、師匠の影響だとして、土俵入りの際に立ち持ちを左に立たせていたが、 日立山の引退相撲における横綱土俵入りの写真を見ると不思議なことに刀持ちを務めた立山峰上門は右にいる。その土俵入りは競り上がりこそ現在の雲流型と呼ばれるものに近いが拍手の直後に両腕を広げるという現在では見られないもので初披露で間違えて行ったものが吉田司酒による検証の結果過去にもあったと考えられる資料。 知らぬ開くウェーモンの錦へと伝わる、砂姿で両腕を広げたものが、原存が見つかり、最後までこの方を通した。この方は、梅形にと共に映像が原存するので確認、可能である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。